2014年金運上昇について今日も一緒に1分間エクササイズを行っていきましょう。今週はハッピー&ラッキーを引き寄せるポイントになります。ここのポイントを癒すことによって皆さんもお祝い事がどんどん増えていくようになりますので、毎日1分間エクササイズを行っていきましょう。今週のポイントはことぶきのポイントです。ことぶきのポイントは鎖骨のちょうど間の指1本下のところですね。ここに手のひらの中心が来るように重ね合わせていきます。男性は左手の手の中心がここに来るように、女性は右手の手の中心が来るように中心同士を重ね合わせて5秒間手を当てていきましょう。はい、そして5秒経ったらゆっくりとふわーっと手を離して、今度はへそ下の丹田のところに手当てをしていきます。そしてここに1分間手を当ててゆっくり安静にしておきましょう。このポイントには、手を当てていくことによってお祝いにどんどん恵まれていくようになって、そしておめでたいことがどんどん身近に増えていくようになります。さらにこの3月の4月の時期はおめでたいことがいっぱい起こってきますので、皆さんもそれに積極的に参加をしていくことでいいことがどんどん起きてくるようになって、そしてお祝いパワーで金運もアップしていきます。4月の21日までなので毎日1日1分間このエクササイズを行っていきましょう。